はい、どうもタクタクです。ミサオリメイク版やっていきましょう。さあ今回はもうそろそろここをなんとかして解決したいということで、吉野さんをまず助けるを選ぶ。いやこれでまあいじめなきゃいいわよというような下りがあり、これね、俺ね実はね自分の動画ちょっと見返したんですけど、ここさ隠れるじゃないですか。ほらなんか見て、今光ってたじゃん。でこれで俺ね諦めてたんですよ。諦めないにしてたんですよ。でここ一回諦めてみていい？諦めてからちょっとこれが何なのか調べられるか。あ、じゃあもう分かったわ。これでしょ、このクマ、このクマ、うん、これをメスで切り裂いたらどうなる。大きなクマのぬいぐるみだ。中身はどうなってるんだろう。隠れる空洞な、なんだろう。だこれでいけているとか気づかないで、やめろこの野郎。いやー、いじめっ子の吉野ちゃんはチェーンソーでどうなったんでしょうね。見せられない感じ。あ、どうなったの。え、ちょ、しかしどうやら化け物は去ったよね。助かった。いやーん、体が血まみれだわ。なんでなんで、これ着ぐるみよね。よしの、いっけない、よしのこと助けるのすっかり忘れてたわ。てへ、かわいい。いや、かわいいとか言ってもらえない。てへじゃねえよ。これ真っ赤、真っ赤だけど、これどう、この真っ赤なのはどうすればいいんだ。ミサオだって悪いのよ。トウマと付き合い出した途端、私のことを見下し始めたんだ。私はただ懲らしめてやっただけ。うん。めっちゃいじめられとるやん。取り巻き。トウマの彼女になったからって、いい気になってんじゃねえや。ビンタされちゃった。なんだよ、その目は。こんなことしたって、吉野さんは、トウマくんの彼女になれないよ。はぁ？こんな野郎。トウマどんだけモテんねん。ミサオのくせに舐めた口叩きやがって。なに？あう！あんたとトウマが本当にラブラブか確かめてあげよっか。いや、何するの？話して！やめて！うわ、ミサオちゃんやらしい。記念写真撮ろうよ。ほらほら、ミサオちゃん笑って。はい、チーズ。どんな写真を撮らされてるの、それは。あ、脱がされてね。ミサオちゃん財布も落としてるよ。トイレに入っちゃった。あ、ごめん、手滑っちゃった。こいつは死んで当然だったな。という感じなのでしょう。私、何も知らなかった。ミサオちゃんがあんな目に遭ってたのに。私、気づいてあげられなかった。お。ヨシノの魂がまた墓へ。もうこいつは当然やな。いじめた者はその報いを得るということですな。で、あれ？あ、いけた。これ真っ赤な状態どうすんだこれ。あ、電源がついてる。カプセルを制御する機械のようだ。起動させよう。あれあれ、マンドレーク。かわいい。あ、ついてくるんだけど。ついてくるよ。おいでおいでおいで、こっちだよ。この赤いのはどうすればいいんだろうね。こっちだよ。こいつをもしかしたら食堂のとこまで持ってくのかな。あの食堂のところに大根すりおろし器がありまして、それをちょっともしかしたらカットしちゃってるかもしれないよ。こいつは、あ、でもついてこないな。そういうわけじゃないのか。あ、待って、ちょっとごめんね。ちょっと、これだわ、多分。あ、違うんだ。あ、違うんだ。あ、じゃあどうすんだろう。まずはこの血を洗い、初見殺しすぎる。つまりは、こう来て、こう来て、こう行って、あ、あ、ないないない。ミサオちゃん、ミサオちゃん、ミサオちゃんなの。こう来て、ここから遠回りしなきゃダメですね。で、多分、
これね、覚えてるちゃんと。こっち行くやん。ここ見て、これ。我、地、ホッス。ここに入るんだよね。そうすることでよって、ほらほら、洗い流すと。そんなに赤くなる？いくらなんでも。あ、開いてる。神社。なに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 。6つの鍵を捧げよ。刺すれば呪い解かれん。おーっと、待って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 。あと1個足りないもんな。あと1個足りない。あ、でも、まだだな。え、じゃあ、あの、貝、なんだろう、貝割れじゃない。大根じゃない。マンドレイクはあれはどうすんだろうな。そう、ここの、このやつは。死んでる。一旦こっちかな。一旦ここで、ここにあるんだよね。これ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 。ほら、すりおろし。で、ここまで持ってくるのはあんまり現実的じゃないんだよな。いや、俺マンドレイクはパチンって、なんか、多分、バットで気絶させるみたいなことだと思うんだよな。こっちにダメ。あ、大丈夫。行きは大丈夫なんだ。どうすればいいかしら。かわいい。これ他はもう関係ない。ん？あ、これやっぱびっくりするよね。あ、もしかしたら、これを利用するんじゃない？一回、はい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 。それとマンドレイクちゃんこっちだよと、こっちまでおいでと。で、こ、素早く、こ、来て。ほら、おいでおいでおいで。そうすると、ならんのかい。ならんのかい。で、こっちは、おいで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 。こっち側からじゃないとダメとか。え、嘘でしょ？これで、あ、待って。これで、この状態でしょ？こう来るでしょ？あ、やった！キースしている。それとマンドレイクでいいです。やっぱそういうことね。そういうことね。あったあっただ。俺のやり方が悪かっただけ。だってそれが考えられないもんね。こう来て。あとは、さっきのすりおろし器で、それとマンドレイクちゃんをすりおろして、しまえば塩になるということなんじゃないですか、これは。ごめんね。塩を手に入れる。塩を持って、俺もうね、ピンと来てるとこがある。それはね、この上に来るじゃないですか。こっちですよ。ここをこうやって、ほら、ループすると、どこ、今この辺だったっけ？ここに塩じゃない？ピカチュウは塩を撒いた。悪霊の気配が消えた気がする。来た。これで、あ、いけるようになっている。貧困観光が不気味。うわ、誰か死んでる。悪霊のようだが襲ってこない。まるで何かに襲われて死んでいるかのようだ。悪霊なのこれ。先生じゃなくて。おない。反応してるよ。おない、ない。どうして聞いてくれないの。わーお。ない。諦めない。座ったら。殺されちゃう感じ。ちょっと一回セーブしつつ。誰も私の演奏を聞いてくれない。グランドピアノ弾きますか。はい。弾くとどうなるんだろう。めっちゃうめえじゃん。ピカチュウめっちゃうめえ。マジで。どうしろっちゅうね。まあ、聞くんだろうね。多分ね。クソ下手くそやないか。ピカチュウすごすぎる。聞くに耐えんぞ、これは。ひどい。聞いてくれてありがとう。なんかくれんのかな。俺に私の宝物あげるね。お、鍵のかかった小箱を手に入れた。ありがとう。ということは、これだね。これを、はい。
合いそうだ。箱が開いた。魔除けの鈴。ほう。魔除けの鈴。お、これだった？あ、これだったんだ。魔除けの鈴は砕けてしまった。全然わかんなかったよ。おお、いけるぞ。ここ何？何？逃げ飾られている。どうして学校にこんな部屋が？一体誰の部屋なの？研究室の中にあるってことはあの怪物の、まさかね。寝ているよ。美しい女性の人形だ。ドレスローブにそぐわない赤いブレザーがかけられている。これうちの制服じゃ、まさか。汚れたブレザーを手に入れた。あ、あ、揃った。揃った。これ奥に行く。うわ、誰？少年が眠っている。これあれなんじゃない？もう一人ってこと？ガラスに文字が浮かび上がっている。ピカチュウ、僕はもう一人の君だ。僕たちは出会うことはないだろう。それが運命なんだ。だけど僕は君のことをずっと見守っているよ。なるほどね。もう一人の自分。少年版ってことですね、こっちは。これで？これでもうエンディングに向かえばいい感じかな。こういくやん。で、神社のとこも、開いておりので、おりるので、おりる。ここじゃね？この先にある神社っぽいところ。あ、でも一つ足りないな。これ。ここ足りないけど、いいのかな？一旦セーブしといた方が、いいかもしれないよーだよね、これね。絶対トゥルーエンドとかあんな、これ。セーブ。ここでいいかな？絶対あるよ、これ。これは、このまま捧げちゃっていいものか。これで、捧げる。これでどうなる？すべての鍵を祭壇に捧げた。しかし何も起こらない。どうして何も起きないの？多分、ちょっと、図書室ちゃんに聞いてみるか。やっぱあそこなんじゃない？もう一つ、墓が、あれなんじゃない？図書室ちゃんに聞きましょう。あやちゃんに。あやちーん。お好まりです。うん、捧げたよ。え、もうすべて捧げた？おかしいですね。どうして呪いを解けないでしょう。鬼ヶ原会長は何か知ってるかな？鬼ヶ原会長にちょっと聞きに参りましょうか。鬼ヶ原。チャッス。そうですか。呪いを解く鍵を最大に捧げてきたのですね。ですが、この様子だとまだ呪いを解けていないようですね。やはり、生贄が必要みたいですね。生贄？溝の間の、赤い墓石を見ましたか？縁のね。死んだ後、あの墓石に名前を刻まれた者の魂は少女の魂を解放するための生贄となるのです。墓石の数は4つ。4つ全てに名前を刻まなくてはなりません。すでに4つの墓石のうち3つに名前が刻まれているようですね。あと1つ足りないですね。あと1人、誰かが犠牲になれば。それなら私が犠牲になれば。それは無理です。あの墓石は少女の恨みの念が作り出した道具。少女が恨みを抱いた人物でなくては、あの墓石に名を刻むことはできないでしょう。あなたは少女を救おうとしている。そんなあなたを少女は恨んだりなどしていませんよ。さて、まだ他に生き残っている者がいるようですね。誰を犠牲にするかよく考えておいてください。ミサオちゃんが恨んでる相手か。つまり、もうちょっと一回ここでセーブをしつつ、これはもう、最初に生贄に捧げるというか、決まってますよね、皆さんね、これはね。うん。トウマです。いや、違う。おそらく、これは、倉田だと思うんですよね。ここだってこうしてるよ、こういう綾香を、こいつが。どうした？乗れ物は解けないのか？話を聞いてくれなかった先生のことをミサオちゃんは恨んでいるかもしれない。先生が犠牲になればきっと。
じゃあ、倉田を生贄にしましょう。はあ、はあ、血が止まらないな。先生、大丈夫です。すぐ楽にしてあげますよ。よいしょいいね。一回見てみます、どうなったか。いるいるいるね。いるね。で、これで、どうなの？つくのこれ。あ、ついてる、ついてる！オッケーオッケーオッケー。どう？これで、これでもう呪いは解けるんじゃないかな。お、トーマくん、メガネ女から聞いたぜ。やること全部やったんだろう。どうなったんだ？鍵は全部揃った。これでミサオちゃんは救われるはず。お。いいんじゃない？成功したらどうなるか分かってるよね。この間の下目ばらまかれたくなかったらおとなしくいい子にしてんのよ。それじゃあたっぷり稼いでね。なるほど。そういうことね。もうやだよ。もうやだよ。他の男子生徒にそう。金でそういうことだね。誰かいるのか。隠れてないで出てきなさい。この声、倉田先生。何をしているんだ。ここは男子トイレだぞ。先生。どうしたんだ。うわカクカクシカシカ。少しは落ち着いたか。はい。何か辛いことでもあったか。悩みがあるなら遠慮なく話してくれ。先生がどんなことでも相談に乗ってやる。え、先生はミサオちゃんの相談に乗ってあげていた。彼女は行方不明になる前日、俺を訪ねてきたんだ。何か相談があったんだろうが、俺は忙しくてろくに彼女の話を聞いてやれなかった。って言ってましたよね。はいはいはい。倉田先生どうしてあんな嘘を。先生には言えないことか。先生、私失恋したんです。バカみたいですよね。失恋したぐらいでトイレに閉じこもって大泣きするなんて。黙ってますね。そんなことはないさ。俺だって若い頃失恋した時は夜が明けるまで学校のトイレに閉じこもって泣いたものだ。嘘やろそんなことないでしょ絶対。倉田先生でも失恋したことあるんですか。俺が失恋するのはおかしいか。だってあの先生優しくてかっこいいし、みんなからモテモテだし、学生時代は地味でどんくさくて全然モテなかったんだよ。そうだったんだ。地味でどんくさいだなんて、なんだか今の私みたいです。そんなことはない。君はとても魅力的な人間だよ。先生、君はそこらにいるバカ女たちとは違う。真面目で優しくて物静かで、俺はね、君みたいな子が大好きなんだ。先生、ミサオ。え、先生、いや、話してください。君の手、とても綺麗だ。冗談はやめてください。綺麗だよ、ミサオ。怖い。ベロン。やべえ。ひー。いやー。まあ、逃げますよね、普通はね。ミサオ、どうして逃げるんだい？俺のことが嫌いなのかい？さっきは俺のことを褒めていたじゃないか。さあ、こっちへおいで。いや。開かない！どうして？開かないように細工をさせてもらったよ。二人の時間を誰にも邪魔されないようにね。お願い！開いて！いや、来ないで。これどう？殺されちゃったっていうことなんですかね、これは。いやでも、そうです、そういうことですよね。いなくなったんだから。なぜだ？なぜみんな僕を拒絶するんだ？どうして？僕を拒絶するなんて許さない。許さないぞってなって、トイレ連れて行って、ナイフで、これで君は僕のものだよ。
ナイフで手を切り取り、学校の裏に穴を掘り埋めたと。今のは倉田先生がミサオちゃんを。学校が元に戻ってる。ミサオちゃんが呼んでる。おい、どこ行くんだよ。この中にいるはずですからね。泣いとるわ。てか、あれですね、腐ってないという感じですね、まだね。そこかみたいな。ミサオちゃん見つけた。寂しすぎる。見つけてくれてありがとう。ミサオちゃん、空が明るくなった。ミサオちゃん、苦しみから解放されたんだね。これがトゥルーでしょうね。確かここが生徒会室よね。そうだ、鬼瓦さんね。お世話になったんだし、ちゃんと挨拶しなきゃね。でも鬼瓦さんいるかな。キャッ、君、そんなところで突っ立って何しているんだ。あの鬼瓦さんはいますか。鬼瓦、誰だよそれは。生徒会長の鬼瓦さんです。何バカなこと言ってるんだ君は。生徒会長はこの俺だ。鬼瓦なんてやつ生徒会にはいないよ。てか生徒会長この人あれじゃない、ミサオとなんか金で吉野と なんかした人に似てるな。違う、俺の気のせいか。きっと気のせいであれ、まあ、早めに食ってるわ。つか人いなくなってんなこれ。いつもの日常が戻ってきた。いつもの日常ではないよ、もう人がいなくなってる時点で。彩香や吉野たちはいない。ミサオちゃんを殺した倉田先生も。でもそれを気にする人は誰一人いない。異界で死んだ人たちは存在をかき消されちゃうのかな。そうなんだ。でも私は忘れない、みんなのこと。それに吉野や倉田先生がミサオちゃんにしたことも全部なかったことにするなんてできないもの。もしかして鬼瓦さんも異界で死んじゃったのかな。まさかね。あの日から鬼瓦さんとあやちゃんの姿を見ていない。二人はどうなったのかわからないけど、不思議な人たちだったな。こら、よそ見しているやつ、ちゃんと前を向きなさい。ごめんなさい。クスクス。ミサオちゃんは依然行方不明のままだ。私が見つけたミサオちゃんの肉体は跡形もなく消えてしまった。マジか。もう彼女が発見されることはないのかもしれない。でも大丈夫、ミサオちゃんは最後笑っていた。きっと苦しみから解放されたんだ。これでよかったんだよね、ミサオちゃん。トーマ、お、忘れられないよトーマのことが。あー、これでどうなのこれは。トゥルー、これなんだろう。これってさ、トーマもさ、しばき殺してなんていうの、生贄にね、あそこ4つでいいけど、異界でトーマとミサオちゃんのラブラブ生活を始めるみたいな。いや、いずれにしてもね、トーマは多分女の人に刺されて殺されますよ、あんなことばっかりしてたら、っていう風に感じるんだけど、どうなんでしょうこれは。でもミサオがそれを守護霊となり守れば、まあ、刺されることはないのかもしれませんが、どうなんでしょうねこれはね。お、ノーマルエンド2。ノーマルエンド2、新エンディングって何ですか。新エンディング、性別を選択してください。2周目をやらなくてはいけないようでございまする。どうやら、はい、といったところで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。新エンディングね、新エンディング次回からやっていきたい。そしてよく見たらミサオの顔がカラーになっている。はい、まあ、こういう変化もありますが、まあ2周目なのか、それとも新エンディングは全く違う内容なのか、それはわかりませんが、次回よろしくお願いします。ではまた。